スミプリエプリエはバレエにおける技法の一つ。両足、または片足の膝を曲げていく動作、または曲げられた膝の状態を指す。バレエにおいて全ての動きに関係し、ジャンプや回転など様々な動作のプレパラシオンとして重要な技法である。日常のレッスンはバーでのプリエの練習から入るのが原則とされる。プリエはフランス語で腕や膝などを 曲げる、折ることを意味する、プライヤーという他同士の過去分子型が名詞化した言葉である。バレエにおいては、両足、または片足を外旋させた状況で膝を曲げていく、動作、または曲げられた膝の状態を指す。プリエには大きく分けて、ドゥミプリエとグランプリエの2種類があり、膝を曲げる深さによって区別される。ドゥミプリエのドゥミには、半分という意味合いがあり、 両足をその付け根から外旋させた状態で立ち、かかとは床面から離さずに、アキレス腱を伸ばして、膝を曲げる。対する、グランプリエは、大きいを意味する、グランの言葉通りにドゥミプリエの場合よりさらに腰を下げて、膝を曲げていくが、しゃがむ体勢とは違って、臀部に、かかとが接触したり、大腿部とふくらはぎが密着したりしてはいけない。膝を曲げる角度が深くなるにつれて、 かかとは床面から離れていく。ただし、2番ポジションからのグランプリエのみは、かかとは床面から離さずに実行する。単に、プリエという時は、多くの場合両足の膝を、ゆっくりと曲げていく動作を指す。片足での場合、樹手や、子孫布などとブーパに置いて着地する足は、ゥミプリエの状態となる。プリエは、日常のバレエレッスンでの最も重要な基本動作で、ある。 原則として、バーでのプリエの練習から始めて、体を温め、それからフロアでのレッスンに移る。プリエはバレエにおいて、すべての動きに付随し、ジャンプや回転など様々な動作のプレパラシオンとして、重要な技法である。とりわけ飛ぶパでは跳躍する際のバネの役割とともに、着地する際にはその衝撃を和らげる働きを持つ。バレエレッスンでは、 プリエを習得することによって、アンド・オールの姿勢を体得するとともに、体幹部を意識することで腹部などの引き締め効果のある、エクササイズ法ともなる。アキレス腱を最大限に伸ばす必要があるために、足首の柔軟性が要求され、アキレス腱部分のストレッチ効果ももたらされる。日常のレッスンでは、単に膝を曲げるのではなく、股関節、膝、そして、 つま先ができるだけ外側に開いていき、アンド・オールの姿勢を保つことが理想である。プリエは足の5つのポジションすべてにおいて実行される。最初はドゥミプリエのみを練習し、股関節と膝、つま先が可能な限り同じアンド・オールの方向に向くように注意を払う。ドゥミプリエの練習の際は、かかとは床面から離してはならない。 どの種類のプリエを行う時でも状態にも意識を向け、むしろ上に引き上げることを意識しながら、膝を曲げて、下半身の重心を落としていく。膝を曲げる時には腰を曲げたり、臀部を突き出したりせず、いわゆるアプロンの状態を保つ。トゥミプリエを一歩進めて、グランプリエを実行するときは、膝を曲げる角度が深くなるにつれてかかとは床面から離れていく。グランプリエから体勢を戻すときは、 膝を伸ばすよりも先にかかとを先に下ろす要領で、ドゥミプリエの姿勢を通っていくように心がける。すべてのプリエを実行する際には、体重が両方の足に平均にかかるようにし、両膝の高さも同じにする。グランプリエの際には、左右のかかとを同じ高さにするが、4番ポジションからのグランプリエは、それが困難である。プリエは重要な技法であるが、 実際の舞台鑑賞上では一見地味な存在であり、表現方法として強調しようとするとかえって、美しさを損なう場合さえある。ただし、現代のバレエ作品においては、モーリス・ベジャールのロミオとジュリエットや、ローランプティの失われた時を求めて、あるいはジョン・ロイマイヤーの諸作品などで、バレリーナに、 あえて深々としたプリエの姿勢を取らせることによって、観客に向けて象徴的な意味を示唆するケースが見られる。フッツ、プレイパースヨン、A、プリパレーション。準備を意味し、ある動作に入る前のポーズを指す。フッツ、e n オール。英語では、ターンアウトといい、股関節を、体の中心から外に開いた姿勢を指す。対義語に、アンドゥダンがあり。 アンドオールとは逆に内戦の姿勢をとる。AB フツ、ジュテ。投げる、投げ捨てるを意味する。飛ぶパとしては、片足を前、または横に投げ出して、軸足で踏み切り、投げ出して肩の片足で着地する動き。AB フツ、シッソンネ。5番ポジションからドゥミプリエをして、両足で踏み切り、片足で着地する動き。後安者の名に由来するという。フツ、アプラム。 延直に、垂直にという意味を持ち、バレエ用語としては安定性や落ち着き、垂直指向性などの状態を指す。ありがとうございます。